Unity Split License の購入後、次のステップは Unity Split Contract の購入です。以下の手順に従って、ウルティマで Unity Split Contract を購入する方法をご説明します。DefiU のウェブサイトにログインしてください。デフォルトでは Unity Split のダッシュボードが開きます。リファラルリンクの下の右上にある該当するボタンを押すことで、ダッシュボード間を切り替えることができます。ページを下にスクロールすると、購入可能な製品のリストが表示されます。スプリットコントラクトを購入するには、Unity Split Contracts というタブに移動してください。適切なコントラクトを選択し、Purchase 購入ボタンをクリックしてください。支払い方法を選択するように求められるウィンドウが表示されます。ウルティマを選択し、同意事項にチェックを入れ、Purchase 購入ボタンをクリックしてください。表示されたウィンドウには、ウルティマでの金額と入金先ウォレットアドレスが表示されます。アドレスはモバイルアプリからトランザクションを送信するための QR コードの形式でも利用できます。指定されたウォレットに必要な金額を送金します。画面に表示されている正確な金額を送金してください。支払い完了の通知をお待ちください。完了です。スプリットコントラクトを購入しました。コントラクトの購入後、ダッシュボードのスプリットライセンスユーゼッジウィジェットで値が変更されることに気づくでしょう。購入したコントラクトは以下のようにマイコントラクツセクションにも表示されます。ご不明な点がございましたら、サポートチームまでご連絡ください。喜んでお手伝いさせていただきます。皆様の成功を祈っています。